ボルフガングマイヤーは、ドイツのクラリネット奏者。カールスルーエン音楽大学の教授、学長を務めた。妹のザビーネも、また、クラリネット奏者である。1954年、クライルスハイムに生まれる。1966年から1972年まで、シュトットガルト音楽演劇大学で学んだ後に、1972年から1978年にかけて、 ハノーファー音楽院で学んだ。シュトットガルトでは、オット・ヘルマンに、ハノーファーでは、ハンスラインツァーに指示した。在学中のマイヤーは、ドイツの若者のための音楽賞を有限と、ムージー・ジャーットの一等賞を1969年、1971年、1973年と受賞した。また、1974年には、クラーニヒシュタイン音楽賞を受賞し、 1975年には、ミュンヘン国際音楽コンクールの室内楽部門へ、シランクス50相談のメンバーとして出場して、優勝を果たしている。また、1976年のドイツ音楽、大学コンクールでの最優秀賞、さらには1977年のボンでのドイツ音楽コンクールでの最優秀賞を受賞するなど、若い頃から様々な賞を獲得している。 室内楽奏者としての分野では、広範囲にわたり活動し、ピリオド楽器にも取り組んだ。妹ザビーネ、彼女の夫で規定にあたるライナーベーレと共に、クラリネット30相談トリオディクレアワンを結成し、ハリオルフシュリーヒティヒや、ルディスプリングラと共に行動した。トリオディクラローネでは、クラリネットだけではなく、バセットホルンも演奏し、小楽器に、 光が当てられた演奏は関心を向けられた。ソリストとしては、現代音楽にも造形が深く、ティベリウォラー、ジャン・フランセ、フーベルト・シュトゥプナー、エディソン・デ・ニ・ソフラの作品の初演に参加した。1996年以降は、ニコラウス・アーノンクールが束ねるウィーン・コンツェントゥス・ムジックスと、たびたび共演し、モーツァルトのクラリネット競争曲の録音も共同で行っている。また カルミナ支柱相談、モザイク支柱相談、イザイ支柱相談との共演もしきりに行われており、数々の録音に携わった。晩年はジャズミュージシャンとしても活動していた。1979年からカールスルーエ音楽大学で後進の指導にあたり、1989年に教授に昇進、2016年まで教授職を務めた。また、 2001年から2007年まで同大学の学長も兼任している。2019年3月17日、カールスルーエで死去した。64歳ボーツ。ABCDEFGH、クラレネティスト、ボルフガングマイヤーがシュトロベン。SWR、オリジナルの2019年3月20日時点におけるアーカイブ。 http://archive.is/.mghgf2019 <ッ>年3月20日閲覧 a b c d e f g h ボルフ f ングマイヤー t r i o d i c l a r o n e c o m 2 0 1 9年3月7日時点のオリジナルより、アーカイブ2019年3月20日閲覧 a b c d e f g h ボルフ f ングマイヤー 突版ホール。2019年3月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月20日閲覧。ライナーウェリー。triodiclarone.com。2019年3月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月20日閲覧。ありがとうございます。